この巣場。ジャイアントトードの報酬はこれぐらいか。命の危険があると考えたら割に合わないかもな。はあ、もう日本に帰りたい。募集に来た仲間があれだし、この世界で生きてくのも甘くない。募集の張り紙見させてもらった。まだパーティーメンバーの募集はしているだろうか。募集してますよ。と言ってもあんまりおすすめはしませんけども。女騎士、それもとびきり美人の。年上の美人相手ということで緊張し、若干上ずった声になってしまった。長い引きこもり生活の弊害だ。そうか、よかった。あなたのようなものを私は待ち望んでいたのだ。私の名はダクネス、クルセイダーを生業としているものだ。ぜひ私をパーティーに加えてもらえないだろうか。危険もあるし、おすすめはできませんよ。さっきも仲間が2人、ジャイアントトードに捕食されて粘液まみれに。の捕食されて粘液まみれだと。想像以上だ。ぜひ私をパーティーに。目がやばい。俺の危機感知センサーが反応してる。こいつはアクアやメグミに通じる何かがあるタイプだと。いやー、うちはポンコツパーティーなんで、クルセイダーなら他のパーティーに行かれた方が。ならなおさら都合がいい。はい。実はちょっと言いづらかったのだが、私は力と耐久力には自信があるのだが、不器用で、その攻撃が全く当たらないのだ。やはり俺のセンサーは正しかったらしい。というわけでガンガン前に出るので盾代わりに使ってほしい。いや、女性が盾代わりだなんて。望むところだ。それこそ毎回モンスターに捕食されて。むしろ望むところだ。ああ、こいつも性能だけでなく中身までダメな系だ。適当にごまかして帰ろう。カヤシャバ。スキルを覚えたいならば、まずは誰かにスキルの使い方を教えてもらうのです。するとカズマが持っている冒険者カードに項目が現れるので、溜まったスキルポイントを使ってそれを選べば習得可能です。なるほどな。つか今3ポイントしかないんだが、何かお手軽でお得なスキルってないかな。探したぞ。昨日は飲みすぎたと言って話の途中で帰ってしまったが、大丈夫か。こいつ、やんわり断ったつもりだったのに、俺の意図が全然伝わってねえ。さて、昨日の話の続きをさせてもらおう。私をあなたのパーティーに入れて。お断りします。即断だと。あれ、この人喜んでる。危険だ。ダメだよダクネス、そんな強引に迫っちゃさ。あなた方は？私はクリス。見ての通り盗賊だよ。こっちのクルセイダーはダクネス。よろしくね。ところで君、役に立つスキルが欲しいって言ってたけど、盗賊系のスキルなんてどうかな。こっちは常識人っぽい。習得にかかるポイントも少ないしお得だよ。今ならシュワシュワ一杯で教えてあげよう。安いな。よし、お願いします。すいません、こっちの人にキンキンに冷えたやつ。このスバと、まあ盗賊系のスキルには敵感知とか潜伏とかいろいろあるけど、特に私の一押しはこれ。いくよ、よく見ておいて。
スティール。あれ、財布がない。カズマ、財布はクリスの手の中です。一体いつの間に。ふふん、これが窃盗スキルのスティールだよ。こんな感じで相手の持ち物を奪い取ることができるってわけさ。さて、君、早速窃盗スキルを覚えてこの財布を取り返してみせなよ。おいクリス、それはあんまりではないか。君、冒険者なんでしょ。だったら危ない橋も渡らなきゃ。高い授業料ってわけか。けど荒くれた冒険者同士のやりとりみたいでかっこいいじゃねえか。よし、いいぜ。じゃあ冒険者カードを使ってスキルを習得してみて。私から習ったスキルが表示されてるはずだよ。窃盗1ポイント、これか。早速覚えたぞ。このスキルは俺のもんだ。よし、何取られても泣くんじゃねえぞ。スティール。なっ、よし、とりあえず成功。でもなんだ、手に妙なぬくもりが。カズマ、それは。おお、当たりも当たり、当たりだ。いやー、パンツ返して。いやーうわスキルを覚えると同時に冒険者から変態にジョブチェンジしたようですね。返してよ、お金なら払うから。いくら出す。自分のパンツの値段は自分で決めろ。ほれ、はっはっはなんという鬼畜の所業。やはり私の目に狂いはなかった。ぜひとも私をあなたのパーティーに入れてほしい。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ、緊急クエスト、緊急クエスト、冒険者各員は至急正門に集まってください。なんだなんだ、何が来るんだ。みんなは私が守る。カズマも私から離れないでくれ。緊急クエストってなんだ。モンスターの襲撃なのか。言ってなかったっけ。キャベツよ、キャベツ。は、今年は荒れるぞ。嵐が来る。襲撃だ。マヨネーズ持ってこーい。なんじゃこりゃ。この世界のキャベツは飛ぶわ。味が濃縮してきた収穫の時期が近づくと簡単に食われてたまるかとばかりに、町や草原を疾走する彼らは大陸を渡り海を越え、最後には人知れぬ秘境の奥でひっそりと息を引き取ると言われてるわ。それならば私たちは彼らを一玉でも多く捕まえて美味しく食べてあげようってことよ。皆さん、今年もキャベツの収穫時期がやってまいりました。今年のキャベツは出来がよく、一玉の収穫につき1万エリスです。ぜひ多くのキャベツを捕まえてこちらに収めてください。俺もう帰って寝てもいいかな。カズマ、ちょうどいい機会だ。私のクルセーダーとしての実力、その目で確かめてくれ。はあ、ふっ、やっ、
全然当たらないじゃないか。キャベ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 。助けてくれ。危ない。ここは私が今のうちに皆の避難を。ダクネス、これ以上キャベツの攻撃を受けたら。あんたが死んじまう。俺たちはいいから逃げてくれ。バカを言うな。倒れたものを見捨てるなどできるわけが。見られている。ムグツケ家男たちが私を見て興奮している。なんという恥ずかしめ。汚らわしい。たまらん。あれ、喜んでる。あんなになってまで人を守るなんて、俺も騎士として見習わなければ。違う！みんな誤解してるぞ！我が必殺の爆裂魔法の前において何者も抗うことなどかなわず。ここにもややこしいやつかい！あれほどの敵の大軍を前にして爆裂魔法を放つ衝動が抑えられようか！いやない！エクスプローション！納得いかねえ。なぜたかがキャベツの野菜炒めがこんなにうまいんだ。あなた、さすがクルセイダーね。あの鉄壁の守りにはさすがのキャベツたちも攻めあぐねていたわ。いや、私などただ固いだけの女だ。誰かの壁になって守ることしか取り柄がない。アクアの花鳥風月も見事なものでした。収穫したキャベツの鮮度を冷水で保つとは。メグミンの魔法も凄まじかったぞ。キャベツの群れを一撃で吹き飛ばしていたではないか。すっかり意気投合してる。では改めて、名はダクネス、職業はクルセイダーだ。一応両手剣を使ってはいるが、戦力としては期待しないでくれ。何せ不器用すぎて攻撃がほとんど当たらん。だが壁になるのは大得意だ。これからも遠慮なく私をおとりや壁代わりに使ってくれ。うちのパーティーもなかなか豪華な顔ぶれになってきたじゃない。確かに4人中3人が上級職なんてパーティーそうそうありません。俺だって普通の仲間だったなら特に断る理由もない。だって美人だし。でもな。カズマ、パーティーの足を引っ張るようなことがあれば強めに罵ってくれ。なんなら捨て駒として見捨ててもらってもいい。想像しただけで武者震いが。こいつあれだ、ただのド M だ。完璧そうな婦人なのにそんなことは全くなく、これから苦労させられる予感しかしない。火力シャバー。